メティスチャンネルをご覧の皆さん、2週間ぶりです。もう毎日毎日ずっとウクレレの練習してたら、あっという間に2週間経っちゃったんだけど、今日は、昨日まで折った90話と今日10話合わせて、100話折ってみたいの と、日々こうやって、ね、折ってたのと合わせて、平和鶴を送ってくれた方がいらっしゃるので、その平和鶴もご紹介したいと思います。そしてここに出てるかな、メディスのツイッターではね、毎日平和鶴を折ってるから、ぜひみんなフォローお願いします。では10枚折りたいと思います。あ、かっちゃんもここにいますよはい、というわけで10話、今日も折れました。平和鶴送ってきてくれたのを紹介します。だーん、こんなでかい袋にたくさんね入ってますよ。送ってきてくれた方どうもありがとうございます。じゃあ、ここまでの合計数を発表したいと思います。合計数はこちら。どうもありがとうございますね。こうやって送ってきてくれる方々の力も借りて、メティスは頑張りたいと思いますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。今年中に50万杯いけたらいいなと思いますけど、まあこれはスピードが大事じゃないんでね、気持ちを込めることが大事なので、いけたらいいな。集まれ、明日の一日に笑顔が舞い込みますように。というわけで、人生2回目のウクレレ練習をしたんですけど、今回はオリジナル曲に挑戦してみました。前回よりもうまく弾けるかな。では聴いてください。メティスで提灯、365日のありがとう。どうぞ。君の心へ届きますように、街灯に提灯が灯る頃、偽りのないこの気持ちを、これまで誰を好きになり、誰とひとと共にして笑っていたかなんて知らないけれど、そんなことよりも今はとっても君が好きだから出会えた意味も、私は大好きだから、どの季節より調子の良い毎日を君と歩んでこう、そうして行こう、二人でたくさん写真撮って、夏が大嫌いな君と夏が大好きな私だから、好きな食べ物も意見も食い違ったり喧嘩するけど、君の心さえ、簡単な嘘
素さえうまくできない私だから、君の誕生日を送るためもちょ4ヶ月かけて365日分綴った365文字のありがとう、大好きな愛しい人、二人が住む街は少し遠いけど、くれなずむ空この道の上で灯そうよ、二人がはぐれないように、二人の夏がここから終わろうとしても、二人の道がここから